ちは、シエルです。今日は私がお家で過ごしている時に使っているお気に入りのアイテムを紹介したいと思います。ちなみに今日お家で着ているこちらの洋服はモコアズのものです。私の大好きな桃ゆりちゃんがデザインしているお洋服、 V ネックのゆるたぽスウェットです。ここかわいい、モコアズって書いてある。まず朝起きた時に飲み物を飲むんですけど、その時にね、最近はね、こちらカルディで購入したコーン茶、これをねホットで飲んでます。添加物ゼロ、カフェインゼロ、カロリーゼロ、毎日飲める健康茶。安かったんだよね、200円ぐらいだったかな。まあ、こんな感じでね、パックに入ってて、コーン茶香りがいいからすごい好きなんだよね、香ばしい香り。最近は毎日これを飲んでます。他にも毎日飲んでるものが R1、 私いつもこの箱買いするんだけどさ、ちょっと前までここにさ R1 のさ、なんか温かい優しいメッセージ書いてあったの。寒い冬もお疲れみたいな、そう、そんなのが書いてあったんだけど、もうなくなっちゃったの。これもね朝飲んでるんですよ。なんか飲むと気合が入る。引き続き飲んでいきたいと思います。そして毎日使ってるのがこれだね、 MacBook Pro、 ちょっと濃いめのグレーのやつで15インチです。こんな感じ、薄さ。仕事のメールだったり企画書作ったり YouTube 編集したりいろいろ使ってます。お家でもずっとこれをね、結構いろんなところにこう持ち歩いてお仕事したりドラマ見たりしてます。次はアイテムというより私の毎日の日課であり欠かせないもの、動画配信サービス、 Netflix、Hulu、Amazon プライム、スターチャンネル EX、 Unext に加入しています。見ない日はないね。これに加えてまあ YouTube 見てる感じかな。まあ私は海外ドラマオタクなので、朝昼晩食事するときは絶対見てるし、仕事の隙間時間とか何かしたらドラマ、何かしたら映画みたいな生活です。テレビとパソコンとスマホ、まあいろいろなものを使って見ています。動画配信サービスのこのサブスクの見放題は海外ドラマ教にとっては嬉しいよね。数万作品見れるのかな、もうずっと見てられるよね。過去に DTV だったりギャオだったりいろいろ動画配信サービス入ってたんですけど、まあ今はねこの5つなんですが、おすすめの動画配信サービス何ですかって聞かれることがあるんだけど、まあ金額っていうところもね1個あるとは思うんだけど、私の中では好きな作品がどこにあるかになるのかなって思ってて、これはもういっぱい入んなくてよくて、もう Netflix1 個入っただけでも何千タイトルっていう、まあ映画とかアニメとかドラマとかドキュメンタリー、リアリティショーいろいろあるから、もう一つの動画配信サービス入っただけでもう多分永遠と見続けられると思うんだよね。私の周りで使ってるのが多いのはやっぱり Netflix と Hulu かな。続きましてこちらのサプリ、ネイチャーメイドのサプリなんですけど、まずスーパーフィッシュオイル、ビタミン C、ビタミン D ですね。こちらを飲んでいます。よく行く薬局とかよりも Amazon の方が安いので Amazon でいつも購入しています。ビタミン D を飲んだ方がいいよって言われたんだけど、ちょっとビタミン D について調べてみよう。ビタミン D はカルシウムの吸収を助ける働きがあり、骨が作られる過程で大きな役割を果たしています。ビタミン C は病気から体を守るために免疫系が適切な働きをするのを助けます。フィッシュオイルとは魚から取れるオメガ3脂肪酸（DHA、EPA のことを言います。オメガ3脂肪酸は体の中で作ることができないため食べて取るしかありませんと。家にいるとね、やっぱ魚よりお肉食べちゃうのね。私そのフィッシュオイルのサプリで取るしかないですね。健康にいいだけでなく筋肉にとってもいい効果がたくさんあると。このフィッシュオイルね、結構粒が大きいんだよね。小さいのがビタミン D でビタミン C、 これがフィッシュオイル。でかっ。ちょっとこれ飲んでくるね。たまに大きい粒飲めない人いるよね。私結構飲めちゃう人かも。で、あとねこれプラセンタ原液っていうの、これね誕生日にもらったんだよね。袋に入っててさ、こういうの結構値段すると思うんだよね。可愛くなりたいなって日に飲んでる。毎日飲まなきゃ。こちら聞いたことあるかな、 CBD オイルって言って、こんな感じの。これをさ口の中にさポンって朝夜ポンって、もう CBD オイルなんですけど、これは大麻草から得られるカンナビジオールっていう、これがね CBD っていうらしいんだけど、なんか大麻って聞くとさちょっとヤバそうって思うじゃん。大麻植物の主成分っていうのが主に大きく2つあって、それがその CBD カンナビジオールっていうものと THC テトラヒドロカンナビノールっていうものらしいんですね。
一般的にこの大麻の、作用として知られる成分がこの、THC と呼ばれるもので、それは、日本では厳しい法律でね、ダメなものなんですけれども、 CBD オイルっていうのはね、中毒性がないもの。なるほどね。その大麻草の、花と穂と葉っぱと根っていうのはその THC というものだから、これはブブーなんですよ。禁止成分なんだって。ただこのCBD オイルの成分は茎と種子から取られているもの。 CBD オイルの成分が精神安定で、ストレス緩和だったり睡眠改善、あとは免疫系のバランスを整えるということで、リラックス効果が、ね、あると言われているんですよね。私はね、ちょっと睡眠のそのリラックス効果みたいな感じで取ってますね。味っていうのかな、独特な香りがするの。皮膚に、ね、塗ったりして使うこともあるそうです。マイブームのダークチョコレートです。カカオ 70% の。昔はさ、結構マイルドな甘いチョコレートが好きだったんだけど、最近ね、ずっとダーク派なの。海外ドラマ見ながらね、チョコレートを食べたくなるんですよ。ちょっと開けてみよう。これは明治のザ・チョコレートエレガントビターというものですね。何種類か入ってるやつがすごい好きなんだけど、ワン、ビー、スリー、ちょっと食べちゃおうか。かわいい、美味しそう、食べたい。ちょっと酸味がある感じだね。これ美味しい。はい、そして私マジシャンでございます。トランプ、これさ、調べたらさ、結構レアデックでリミテッドエディションということで、これね、5000デックって書いてあるの、ここのシールのとこに。これ世界にだから5000個しかないの。限定品でした。触り心地もね、高そう。3000円弱ぐらいで売ってた気がした。最近さ、このコパックシリーズっていうのにハマってて、可愛いよね。ね、すごい可愛いの。これとかもジャスパス、表のマークと数字もこれ黄色とピンクの。海外ドラマを見ながらね、ちょっとこう触って、可愛くない？ハートの穴。トランプがちょっと散らばってたりする。トランプもさ、柄がいろいろあるから、それでテンション上がったりモチベーション上がったり、そうそうする。ネイルオイル、デュカートネイルリラクシングオイルということで、爪にこうちょんちょんちょんってつけて、最近ものすごい頻繁にこう手を洗うようになったから、結構手がカサカサしちゃうんですよね。あ、乾燥したなと思ったらすぐこのネイロイロ使うようにしています。香りが柑橘系ですごいいい匂いなんだけど、テーブルにね、いつも置いといて気づいたらパパって塗るようにしてます。これが今大活躍中です。こちらが今私が使ってるシャンプーとトリートメントです。オーガニックのものです。オルナオーガニックシャンプーかっこモイスチャーシャンプー、広がりを抑え潤いのあるしっとりまとまる髪へ。こちらもモイスチャーヘアトリートメントで、乾燥パサつきを抑え滑らかなツヤのある髪へということで、最近まで安いね、300円ぐらいのシャンプーを使ってたのと、ある日ね、一回トリートメントを忘れた日があって、髪の毛乾かしながら、あれ、いつもとそんな変わらないぞと思って、でそこからね、一回ね、脱トリートメントしたんだよね。なんか変わらないかなと思って、でちょっとしてから気づいた。なんかね、髪の毛がやっぱパサパサになってるんだろうね。髪がちぎれてたと思う。だからすごい今ね、短い毛がねピン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 ってあるので、あーやっちまったと思って。なんかヘアオイルはいろいろ冒険して高いのを買ってみたりとかするんだけど、シャンプーあんまりなんかこだわりが最近なかったから、そうで、それでね、そんな話をしてたこれをねもらったんですよ。ちゃんと髪のケアをしようと思って。大事だよね、しっとりが好きだから。すごいありがたいね。最後はこちら、ヘアオイル、アルジェランダメージリペアヘアオイル、髪頭皮全身用美容オイルだって。あ、これ全身使えたんだ。ちょっと黄色っぽい、すっきり爽やかな香り。あのドライヤーした後にこうやって髪につけて、パサついてた髪をこうさ、こうやってオイルつけてた後にさ、すごいしっとりするから、ずっとこうやってやってた。これ正解だったんだ。全身用美容オイルだった。これね、1ヶ月ぐらい前から使ってて、あ、いいなと思ったんだけど、しっかりめのオイルだから、私は毛質がかなり多くて硬くて太くてみたいな、かなり悩まされている毛質なのね。だからこれ結構いいなと思ってたんだけど、髪の毛柔らかい人はちょっとベタってなっちゃうかもしれない。最近買ったヘアオイルの中でかなり気に入ってるものです。なんか自分にとってテンションが上がったりするものが身近にあるだけで幸せな気持ちになるからいいですよね。はい、ということで今日はお家で使っているお気に入りアイテムの紹介でした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。